どうなっちゃった？たまたまやな。たまたまついてただけ。え？ついてただけお前が。いや、ついてて、そんな4人も5人もついてたのは分かったけど、それは俺が運なのかもしれないけど、じゃどうなっちゃうのあいつら。あいつら俺よりもっと弱いってこと？あいつら強いけど俺が弱いってこと？ついてただけ。じゃ、だからあいつらは強いけど俺は弱いってこと？そうやで。おもろいね、お前。うん。なあいつらはじゃあ強いんだ。その、歳三、メカ、ダンチメン、西島は俺より強いってこと？カズキンが俺より強いってこと？ダンチメンはお前よりは強いな。え、ダンチメンが俺より強いってこと？あと他は俺より弱いの？他は、まあ実力やろうけどな。ダンチメンだけはまぐれやな。あ、そう。そう思うんだ。うん。お前格闘技やった時ないだろ。え？格闘技やったことないだろ。やってんねん。え？やってんねん。やってん、お前、まぐれあんのか、お前。え？まぐれそんな何回もあんのか？まぐれはそらあるよ。じゃあ何回もあんのかって。何回も？お前がじゃあプロの格闘家に勝てんのか？まあまあまあ、ついてたらな。勝てないだろ？勝てないだろ？でもお前戦ってる相手プロの格闘家を一人もらんで。お前普通にダンチメン世界チャンピオンだぞ、お前。プロの格闘家ではないや、今。世界チャンピオンで世界、空手の世界。その時の世界やろ？プロ格闘家よりお前強いよ、お前。その時の世界な。今じゃない。その時の世界って何なんだよ、お前それ。どん時の世界がお前弱いんだよ。結構経ってるやろ。で、その時の世界は弱かったの？強いから世界取れてんじゃん。その時の世界は弱かったの？誰の話してるの？ダンチメン。だから、お前より強いっても。え、だから、ダンチメンが世界チャン、ダンチメン世界チャンピオンでそれ倒してるよ。うん。で、マグレで倒したの俺。お前はマグレやな。プロキックでもデビュー戦してた、デビューしてたってよ。プロキックでもデビュー戦してたって。そんな選手俺が8秒で倒したのマグレなの。マグレやろ。まあ、それはマグレかもしんないけど、そんな、うん、お前な、格闘技やったことあるんだったらわかるかもしんないけど、お前マグレってそんな何回も続くの？俺が言いたいのはお前格闘技舐めんなってこと。舐めてないじゃん別に。だから格闘家だって名乗ってないじゃん俺。舐めてるやん。なんで？舐めてんねんお前の態度が。でも何が舐めてんの？態度や言うてんねん。お前のが舐めてんじゃん。おそれでええよ。OK、なんだよ。俺のどこ舐めてるよ、お前のこと。俺がどこが舐めてんの、格闘技の。え？態度って何？どんな態度が俺の、舐めてる態度なの？態度。だから、お前が応援してた方が負けて悔しいだけじゃないそれ。それもあるな。うん、それじゃん。それもある。わかる？この世の中は勝者が正義だから。わかる？何この世の中って。勝った方が勝ちなの、お前、正義なの。勝った方が正義。わかる？誰が決めたん、そんな。ん？誰が決めたん、お前のその格闘技の中の話。いやいや、誰が決めたって、お前、世の中のお前、もうその構造そういう風にできてんのよ。お前、ブーブー言えないんだよ。ブレイキングダウン出てこれないんだから、お前みたいに弱いやつは。わかる？弱いし。ブレイキングダウンには出ようと思ってない。え？ブレイキングダウンには出ようと思ってない。出れないから、お前みたいなやつ。出れないやつがすぐ、出ようと思ってないとかじゃない。出れないよ、お前みたいなやつは。まあまあ、次楽しみにしとけ。今なんで俺が入ったかわかるか。お前なんで次楽しみしとけって、お前。いつの話してんの次って。13?14?15?13 やな。13、14。頑張って頑張って。お前みたいな、お前誰も知らないから。覚えてもないよ、お前。その時だって。階級は？階級。バンタム。ああ、いいじゃん。頑張って。まず俺の子分ども倒してから俺に届かないと思うから。まあまあ、楽しみにしといて。でも、倍名やん。頑張ってここでブレイキングダウンしようとしたってことね。いや、お前とは戦う気ないかな。で、ここで頑張ってブレイキングダウンしようとしたってことでしょ？何言うてんねん、お前も。無理だよ、多分。お前、一発目からチャンピオンと戦うなんて、お前もうそんな無理だから。まあまあ、戦う気ないのか、俺とは。格闘技をやめたくなっちゃうと思う、俺とやったら。格闘技やってない俺に負けたら、格闘技やめたくなっちゃうと思う。頑張って。どこの子なの？関西。あ、そう。うん。絶対普通の子でしょ。まあ、リキ君の後輩です。ん？リキ君の後輩です。お前、リキがまず俺とやれる立ち位置でもないのに、お前、リキの後輩だっつって、お前、リキまたいで俺とやれるわけねえだろ、お前。なんでお前にリキ君またがなあかんねん。何？なんでお前でやんのにリキ君またぐとか、わけわからんこと言うてんねん。もう当たり前、リキの後輩だ、お前、リキのことお前尊敬してるからリキの名前出したんじゃねえのか、お前。
リーお前、本当に後輩か、お前。ん？お前、本当に後輩か、お前。後輩やね。ただに、てめえがお前っつって、大阪でお前、リキのこと知ってるだけだろ、お前、どうせ。リキじゃ。知らねえ、お前、興味ねえ、お前なんか。じゃあ言うてくんな。頭悪いんか、お前。お前で頭悪いの、バカか、お前。あ、何買ってるの、はい、やった。あれ入りか、わかりました。伊原亮太郎さんのこと好きなんだっけ。俺もあのチャンピオンになるためにこれ食べようと思って。